欠場する前は結構上の方でカーブ組んでいただいて、2回タッグ選手権挑戦したりしたんですけど、欠場期間で自分をしっかり見つめ直すことができて、復帰したら着実にまた一から出直すつもりで、しっかりと上を目指す気持ちは変わりないんですけど、また着実にしっかり一からやり直したいと思います。こんな大きい足の怪我っていうのは初めてだったので、単純に生活が大変でした、ね、足つけないですし、思うように歩けないですし、手術をしたんですけど、手術の次の日から自分はもうトレーニングをガンガンしてやろうと思ってたんですけど、結構痛みが強くて、1週間ほどがっつり休んでからトレーニング再開したというのがあります。あとは気持ちの面では早く治したいっていう気持ちはもちろんあったんですけど、なかなか治ってこないもどかしさがありました。流れがすごい早いんですよ。自分が欠場した、欠場が決まった次の試合ぐらいからもうどん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 展開が広がってますし、その広がるスピードもすごい速いですから、やっぱり焦る気持ちっていうのはありました、まあ、ですけど、まあ、焦ったって怪我治るわけじゃないですし、焦って早く復帰したからっていい結果出せるわけじゃないですし、そこはもういい意味で諦めてしっかり治してから、完全な自分になってからリングに戻ろうっていう気持ちが芽生えました。まず後楽園ホールという大きい舞台でできることは嬉しいですし、第一試合で一から出直そうと決めた自分にはまさにふさわしい第一試合だと思います。そして相手は自分が3ヶ月半休んできた間でもずっとノアのヘビー級の前線で戦ってきた曽谷さんですから、今の自分とどれだけ差があるのか、または今の自分がどれだけ通用するのか、そういう確認ができるだけでも素晴らしいカードを組んでいただけたらと思います。3ヶ月半欠場してました。ただ何も変わらず戻るっていうのは自分の中ではありえないことだと、3ヶ月半しっかり練習してきました。そして復帰して一から出直す自分をしっかり見て応援していただければなと思っています。やっぱり自分の怪我で3ヶ月半欠場してるんで、贅沢とか偉そうなことは言いません。一からしっかり出直して着実に上を目指していきたいと思いますので、よろしくお願いします。月額費無料。